と、もう質問だけ受け付けますので、質問だけ受け付けるので1番をちょっと見てください。はい、1番で質問があったら何番とか言ってもらうとありがたいですけど、どうでしょう。1番全問正解だった人どのくらいいますか。じゃあどこ質問を言ってください。どうぞ。何番とか言ってもらったらいいです。全問正解じゃなかったらどこか質問がないとですか。何番ない、ね、いいともうなんか発言してよ。ないならないって言ってください。次行きますか。ないですか。いいですか。じゃあ次行きます。とにかく自分の意思表示をしてくださいね。あるならあるで何番って言えばいいし、ないならないですって言えばいいだけの話なんで。はい、はい、じゃあ2番はどうでしょう。2番できた人。あ、はいはいはい。あ、じゃあ2番も良さそうですね。3番どうですか。3番できた人。おー、3番質問ないですか。大丈夫ですか。いいですか。本当に聞いてもらいたいんですけど、大丈夫ですかね。じゃあ、4番はやりましょうかね。4番やりましょう。はい、いきます。図1のような AB が BC より長いというね。ごめんなさい、 AB が BC より短いという長方形 ABCD がありますね。で、辺上一定の速さで移動する2点 PQ があります。点 P は A を出発して毎秒1センチ。速さをチェックしてください。点 P は A を出発して毎秒1センチです。辺 AB、BC、CD 上を頂点 BC を通って移動します。ね。AB、BC、CD、A からだから D まで行くということですね。で、頂点 D に着くと止まります。点 Q は点 B が頂点 A を出発するのと同時に頂点 D を出発し毎秒1センチの速さで、はい、同時にっていうのが公立高校向けですね。私立は違いますからね。私立は出発するのがずれるんですけど、公立はそこは同時に出発してくれます。で、毎秒1センチの速さで円 DC、CB、BA 上を CB を通って移動し頂点 A に着くと止まります。 A は AB、CD の順番で行くし、D は DCBA の順番で逆に回るということですね。2点 PQ がそれぞれ頂点 A、D を出発してから X 秒後の三角形 APQ の面積を Y としましょう、ね。ただし、点 P が頂点 A、D や、点 Q と重なるときは Y は0としますよ。それは分かりますよね。今図2があるんですけれど、ちょうど P と Q が重なるときあるよね。そのとき底辺が0になるんで面積は0になるということになりますよね。それが図でいうと10秒後ということは分かると思います。10秒後ですね。はい、ということですね。で、いきましょう。で、1番辺 AB の長さは何センチですかということなんですけど、グラフを見ればいいですね。グラフを見れば分かります。いいですか。面積は P が、まあ、Q と同じなんで P が B に着くまで面積は大きくなり続けるの分かります。大丈夫ですか。分かる。なんででしょう。なんでか分かりますか。で、例えば P と Q って平行にこう
同じずつ進むんで速さも一緒なんで同時にこことここを出発しますから、当然ここの長さとこの長さは一緒ですよね。でこれがズバリ x です。x ね。で面積って例えばここの時って比べると、ちょっと色変えましょうか。この赤の斜線と黒の斜線で面積比べると、黒の斜線の方が面積は大きくなりますよ。なぜでしょう。高さは共通ですよね。高さは共通です。ここは高さなんで、高さは共通なんですけど、底辺がこの時とこの時やったら底辺がこっちの方が大きいよね。その分面積大きくなりますよということですね。つまり面積はここが最大でしょう。ここにたどり着いた時が最大でしょう。でそれをグラフで見るとこうなってるわけですね。面積でずっと増え続けて6秒後に面積が最大になってます、一旦。ということはここの長さが何センチですか。何センチですか。いい、誰か一人で答えてよ。何センチですか。1秒間に1センチですから、6秒後に面積最大になる。俺は言ったのはここにたどり着いた時面積最大になるよねって言ったこと分かります。ということはここ何センチですか。ですよね。ありがとう。 それが欲しいんですよ。それが欲しいよ。とにかく意見を求めてる時に黙っちゃってもらったら本当に困るんです。誰かが言うやろうっていうのが恥ずかしいから、間違えたら恥ずかしいとかじゃ全然先に行かないですよ。成長しませんよ。間違えていいじゃないですか。でここ6なんだ。はい、それはグラフで分かる。グラフから分かります。じゃあその次、10というのをどう考えたらいいかということなんですね。ここの10をどう考えたらいいか、つまり10の時のイラストってこうなるはずなんですよ。P と Q がちょうど重なった時です。 P と Q がちょうど重なった時、底辺が0になるんで、底辺が0になるんでダメなんですね。じゃあ10秒後というのは P はこっからここまで進んだはずです。1秒間に1センチ。 Q はこっからここまで進んだはずです。この2つ合わせたのが10です。この2つ合わせたのが10です。はい、これで、ここの長さがいくらになるか分かりますか。分かる人、ここの長さが分かる人、どうでしょう。はい、分かるよね。もう一回言うけど分かるよね。これが10でこれ10と全体で20ぐらい分かるよね。まず全体20、そして1番でここは6っていうのも分かったよね。6というのがこのグラフをどう利用するかですね。どこにも長さのヒントがないんですよ、こっちの図には。図に長さのヒントがなかったらこのグラフを利用するしかないですよね。ですね。でもう一回言うと、6秒までは面積がどん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 増えていった。高さは共通なんですよ。 P と Q って平行にずっとずれてきますから、高さは全部ここの長さなんですよ。でも面積が増えるのは底辺が長くなるから。でも6秒過ぎたら底辺面積が小さくなってきた。なぜかというと底辺が小さくなったからだろうということが分かるわけです。ですね。要するにここで変わるよね。ここからどう変わるかというと、こういうふうになるんですよ。こういうふうになってくるわけです。とにかくここで折れ曲がった時に面積って変わるよねって、今までと同じようにずっと増え続けたりしないよねってまず想像してほしいわけです。だからつまりここは P が B にたどり着いた時だし、 Q が C にたどり着いた時と言ってもいいですよね。ですか。でこれは P と Q がちょうど重なったところですよってことです。で全体10、10で20から12を引くので
ここは8ですよということになります。20から12を引いて8ですよということになります。いいですね。 OK ですか。はい、ということでした。じゃああとここにメモリがないってね、今までここにメモリがあったけどさね、でこの面積って何ですかというと、今ここが8と分かった段階でここの面積って分かるよ。 APQ の面積って分かるよ、最大の面積。さあ計算してください。どうぞ計算してください。いくらですか。大丈夫ですか？いいですか？この三角形の面積何ですかって言ってるんですよ。しっかりしましょう。24よ。ね、6は48。ね、半分のね。いいですか？つまり、ここの目盛りが24じゃないかって思いません？6秒後に P と Q がここにたどり着くわけでしょ？その時の三角形 APQ の面積がこいつなんでしょ？この読みなんでしょ？でしょ？ということなんですよ。だからこの面積は底辺×高さ割る2で、で6は48の半分の24だということが分かるんです。この24が分かるから次の問題が解けるんです。6から10の直線の式を見つけなさいって話で、今まではね、今まではここのメモリが最初から書いてあったんですよ。今回は文章をじっくり読んで自分でこの値を出さないか、その分レベルが高い、だから今までの4番の2と同じようには解けなかった人が多かったと思う、多かったと思います多分。それはここを自分で出さなければいけないから、そういう問題ってちょこちょこあるんですよ。数学ってね、本当にちょっと得意になってもね、ものすごく難しい出し方されたら全く取れないっていう科目なの。上には上がずっとあるんですよ、出し方がね。でみんなには本当に基本的な標準的な問題だったら確実に取れるっていうところまで成長して高校生になってほしいですか。理解できましたか。大丈夫ですか。でこれが分かった段階でこの直線出るよね、もう出ます。要するに y イコール ax プラス b、 下に書こうか。もう これが数字が分かった段階でいつもと同じバージョンに戻ってきたんですね。レベルが高いところから、ここって6と24なんで、6と24を代入しましょう。ここって10と0なんで10と0を代入しましょうということね。そして傾きが基本的にマイナスになるのは間違いないです。24イコール 6a プラス b ね、0イコール 10a プラス b ですか。はい、ということでした。 OK ですかね。大丈夫ですか。またはですね、好きな人はですね、数学好きな人はだいたいこれで傾きを見つけます。6行って、4か、ごめんね、4行って24下がるとかね。だから傾きはマイナス横分の縦 x の増加力の y の増加力、まあ丁寧に書くとこうでもいいけどね。でマイナス6ですよですね。で y イコールマイナス 6x プラス b の形になって、 y イコールマイナス 6x プラス b の形になって、でここの座標を代入する。まあ、ここが早いかな。これやったらここが早いね。 y が0で x が10を代入すると一発で b が60とか出るんでね、 b が60とか出ます。はい、ここにマイナス6を代入してもいいね。ただ b は60と出ます。で、それで2番の問題が解けますということになります。
で、2点 PQ 移動を始めて、止まるまでの間で三角形 PQ の面積が18になる。さっきここは24だと分かったね。で、18以上になる時間は合わせて 何秒間ですかっていうね。これ多分左右対称なんですよ。左右対称なんです。ここの傾きとこの傾き一緒でしょ、これとこれ。そしてここまで来たらね、こうすれ違ってここまで来たらまた同じことでずーっと減っていくわけよ。 P と Q がこっち側に Q が来て、こっち側に P が来て、同時に平行で上がっていくので、いいですか、傾きのプラスとマイナスはあるにしても同じです。この傾き方は同じなんです。つまりこれとこれ左右対称なんです。で、18らしきとこをちょっと変えてください。大体でいいです。18、さあこれで何人の人が綺麗に大体およそ18ぐらい取り切ったなんですけど、4分の3ですよ。半分のさらに半分です。いいですか、半分の半分です。ちょうど真ん中の辺が半分だよね。真ん中の辺が半分で、それの半分。なぜでしょう、いうと6で割ると4と3なんですよ。つまり18って24の4分の3なんですよ。そこら辺まで頭使うんです。24と18の関係はどういう関係か、24を基準に考えたら6で割ると4と3なんですよ。つまり4等分した中の3番目のところが18だということ。あんまり神経質になる必要ないけど、理系を目指す人だったらそんくらいの注意力はいります。ですか、あんまり細かすぎたらいかん、細かすぎたらいかんけど、それぐらいの注意力は持っとってほしいな。で、これで真横にこう来るわけね。だから面積が18以上ってここの部分なんですよ。はい、ここマーカーで塗ってください。面積が18以上って2箇所あるわけです。いいですか、で、さっき言った左右対称だという話なわけです。左右対称だという話を考えてください。で、ここって何かというと y イコール 4x ですね。こいつ y イコール 4x です。ここですね、この直線横に6行って上に24上がるんで、y イコール ax、 原点を通る直線、中1の比例ですね、中1の比例です、原点を通る直線で、 y イコール x の増加量分の y の増加量ね、横分の縦 x、 y イコール 4x で、これがさっき見つけた y イコールマイナス 6x プラス60なんですね。で、これで y を18と置きます。面積 y が18になるところ、そしたらここの値と、青にしようか、青にしようか、ここの値とここの値が出ますということです。で、こっちからこっちを引いたら何秒間18以上になるかということが分かるんですですね。普通こういうふうにして解くのが普通の解き方です。直線の式を見つけて、直線の式を見つけて、でそこに数字を代入して、で x の値を見つけて、でそれがこの2つの値になるので、これからこれを引いたら何秒間面積が18以上あるかということが分かる。で、こっち側をいいですか、ちょっと言い方悪いけどダサいやり方、ちょっとあと考えてください。6000円です。
最後ですけど、ここの直線とこの直線を見つけない方がいい。見つけない方がいい。要するに左右対称なんで、ここだけ計算して2倍したらいいですよってことです。それが早いということです。いいですか。正式にはこの直線もこの直線を見つけて、またさっきと同じように y を18と置いて、ここの間をやればいいでしょうけどですね。それはせずにここだけ計算して、そして2倍しましょうということですね。2倍したらいいですよということです。いいですか。はい、それでやっていきましょうですね。じゃあ一応前半戦の30分の補習は終わりたいと思います。で、普通の授業に入りましょう。日曜日受けてる人で、一昨日の帰りがけにですね、これ3枚取りに来てくださいって言ってもらってない人いませんか。はい、はい、今それの数学をしてきてくださいって言っちゃって、あ、ね、数学はこれを取れなかった人は、ちょっと YouTube 上がる、これ分けてますので、推薦ないです。他にいないかな、もらってくれてない。